城ヶ崎海岸の伊豆海洋公園に設置されている海底ポスト。クリスマスシーズンにはより本格的なポストが設置される。海底ポストは海底に設置されている郵便ポスト。海中郵便ポスト、海中ポストとも呼ばれる。日本では和歌山県津佐美町、静岡県伊東市、沖縄県那覇市に設置されている。1999年4月に 南紀熊野体験博でのイベントの一つとして、和歌山県すさみ郵便局局長の発案で設置された郵便ポスト。設置場所は和歌山県すさみ町の枯れ木な大海岸、岸から100メートル、水深10メートルの海底にあり、郵便ポストは昔ながらの円柱形の丸ポストである。実際に投函されたハガキはがきは、地元のダイバーが毎日回収し、 日本郵便株式会社を通じて全国に配達される。1日平均10通、週末や夏休みには多い日で50通のハガキが投函され、年間投函数は1000通近くに上る。2002年のギネスブックに世界一深いところにあるポストとして認定、掲載された。同年6月9日に投函数が1万通、2005年12月25日には、 投函数2万通、さらに2011年10月1日には投函数が3万通を記録した。もともと須佐美町はダイビングスポットとして人気があるところで、海中ポストへの投函目的で訪れる人も多く、ダイビングツアー参加客が現地で耐水紙ハガキを買って投函しているという。また、2007年4月15日には8年間海底に、 設置されていたポストの老朽化により、ポストの取り替え作業が行われた。取り替え作業は、公募したボランティアダイバー7名を含む10名で行われ、今後は、新旧ポストを1年交代で使用する予定である。2013年に那覇沿岸共同企業体が、沖縄県那覇市の波の上海空公園内の水深7メートルの海底と浅瀬の2カ所に設置。海底ポストは赤色。 海中ポストの方の上部にはシーサーが飾られている。専用の耐水紙はがきのみを用いることができる指摘設置ポストであるが特定非営利活動法人のチュラウミ振興会が回収して記念スタンプを応援することになっている。ありがとうございます。